どうもシネコです。今回は勇者の選択肢がおかしいということはですね、だいぶあれですね、多分時間が経ったのかなと思うんですけど、こちらのね、勇者の選択肢がおかしいというゲームの、第5章がですね追加されましたので、まあ、今回からまあ、やっていきますとでね、パート数的にはですね、その前のね、第4章までクリアした時のパート数が多分14だったので、まあ、今回のパートは、このパートは15になります。15になります。では、第5章、やっていきましょう。始め方、いつもと違うような感じしましたね。で、ですね、まあ、始めるにあたりまして、ちょ名前をね、前確か、旬とかでね、やってるかなと思うんですけど、まあ、旬ね、子に名前を、変えましたってことでね、もう一度ね、一応、1から、1章から4章までやりまして、今、5章に、第5話に来てますね。第5章、待って、5章じゃなかったな、第5話ですね。第5章、なんで第5話、売って変わってマグラだらけってことね、やっていきましょう。なんで第5章言ったんだ第5話って書いてあるのにな、かなりの距離を冒険してきた勇者一行。マグマが吹き荒れる火山の頂上に、うっすらと魔王城が見え始めるところまでたどり着きました。一応ね、お旅のパーティー3人ですね。真ん中シュネコね。この暑い空気の中、あなたたちはいよいよ魔王との対面も近いと意気込みます。そこで仲間のリヴァンが話しかけてきました。リヴァンっていう人は、この画面から見てあれですね、右の人ですね。右のね、黒い服かな、黒服着ている人になります。あ、そうかいよいよだな、二人とも慎重に行くぞ。どこにしねこ、お前はお調子者だから、ここからは本当に気を引き締めて言ってくれよ。ちょっとね、喉枯れてます。うん。ちょっとね、喉の調子おかしいです。なんと答えますか？わかった、任せろ。怖いよ。めんどくさいよ。大手に帰りたいよ。お調子者に山ならないですけど。あ、そうか、そうか。そうやね。確かなんか選択肢選んだら、山田さんになるっていう選択肢があったような感じするな。シュネコの本心的には、怖いよーなんですけど、一回やってみるか。怖いよー、めんどくさいよー、大きに帰りたいよーの前にセーブしよっかなー。あっちでお呼ぶと言われたなぁ。怖いよ、めんどくさいよ。怖いよ、めんどくさいよ。お願いだよ。めっちゃ言うよ。あなたは、勇者にあるまじり発言を非常に情けない声で発します。ここまで来て、何ふざけってことを言ってんだしないか。しっかりでください、シュー。す、兄貴。声ガラガラだ。声がガラガラだよ。そんなあなたを仲間が攻め立てます。それでも、行くしかないんだと。勇者一行は、さらに歩みを進めました。何？その時です。あなたは、聞き覚えのある声を耳にします。なんだい？押せないな。あ、押せたよ。もうこんなところまで来てしまったのね。いたっけ、そんな人いたかな。もうシュネコの記憶はもうないんだ。来たらあかんって言ってたのにな。なあ。その声のする方向、する方向を向いてみると、そこには魔王の仲間である二人、アイムとケレイブがそこにいました。何しに来たんだお前ら。もちろん、邪魔をしに来ました。
やめてください。帰ってください。帰らへん。そっちが悪いねんで。悪いねんで。喉が、スネコの喉が。二人や、そう言うと、アイムは何やら呪文のようなものを唱え始めました。その次の瞬間、地面が盛り上がり、あなたたちの目の前に大きな大きなマグマに包まれたゴーレムが現れました。なんで？帰ろう。もう三人、帰ろう。帰ろう。帰ろう。帰ろう言って。怖いよーだよ、本当に。この子、本当の本当に強いから、死にたくなければ、帰った方がいいわよーっと敵側が帰れ帰れと言ってきますよ。こだわれ。え、マグマゴーレが現れた。剣は水魔法を唱えた。しかし、失敗してしまった。セレは、持続回復魔法を唱えた。味方全体が毎ターンエキピ回復します。あなたの行動のターンが回ってきました。どうしますか？マグマゴーレムに通常攻撃。マグマゴーレムを説得する。何もしない。説得しても話聞いてくれるから、なんか説得する前に、なんかバコーンでなんか殴られるんじゃないかな。って思ったんですけど、まあ一回物は試してね、やってみましょう。おう、ほい、何落ち着け、マグマゴレル、落ち着くんだ。俺は山だな、落ち着くんだ。あなたは、マグマゴレルに近づき、お前が落ち着けと言わんばかりの説得を試みた。マグマゴレムは、困惑している。モンスター、マグマゴレムの行動。マグマゴレムは、炎の魔法に、包まれた拳をあなたに振り下ろします。ヒット！スネコに123のダメージ。ダメージ受けてる。ダメージ受けてるよ。なんか、手加減された？そんな風にあなたは感じます。で、手加減されたの？ 123 ダメージ？もうちょっと手加減してくれないかな？先ほどのわけのわからない説得が聞いたのでしょうか。ゲームは水魔法を唱えた。きっと、マグマゴレムに殺着76のダメージ。マグマゴレムは弱体化した。876？ マグマゴレムは逃げ出した。あ、勝ったじゃん。勝ったじゃん。やったぞ、やったぞみんな。勝ったぞ。勝ったぞ。勝った。説得がなんか知らないけど、こうそうしたのか？やったぞー。逃げてやったっすね。すでに、あの二人組もすでにいないようだな。なんで逃げたの？見渡すと、その逃げた魔物はおろか、魔王の仲間であるあの二人も姿が見えません。まあ、そのうち、また邪魔をしに現れるだろう。怖いっす。一緒だ。もう怖い。もう怖いから、逃げるか。魔王の追っ手に油断しないよう、気力張りながら、遠くに見える魔王城を、目印に、勇者一行は、歩みを進めます。歩みかな？歩歩かな？その後、それなりの距離を歩いた時に、すると、あなたは気がつきます。なんだ？先ほどのゴーレムから攻撃を受けた右腕がヒリヒリと痛むことに。何、怖い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 。その痛みは、だんだんとひどくなっていきます。正直、立っているのがやっとです。二人は、あなたの様子がおかしいことに、気がつき、話しかけてきます。大丈夫っすか兄貴、なんかもう腫れてるよ。もう腫れてんの怪我、なんかすり傷かな。わあひどいな。これ服をめくって見てみると、赤く腫れていることが分かりました。腫れだね。腫れ
痛みの正体は火傷のようです。ああ、マグマゴーレムやからってことだね。どうしますか？どうしますか？どうしますか？そんなこと言われてもとか、ね、そんなこと言われてもなあっていう感じがしますけど、どうしますか？でも、あの火薬魔法を使えるのはね、まあ、まあシェイラやと思うんですけど、ここは王道に助けを求めようか。火薬魔法が使える、パーティーメンバーに、まあ、助けを求めるっていう、まあ、ごく普通のあれかな。ってことでね。まあ、スダンド・ギンギ。まあ、助けを求めましょう。シェイラ、助けてくれ。あなたは、シェイラに、そう助けを求めました。もちろんすよ。力抜いてください。シェイラは、そう言うと、回復魔法をかけてくれました。すると、痛みはみるみるうちに消え、真っ赤になった腫れも、徐々に収まっていきます。もう、平気っすよね。あとは、きちんと冷やして、安静にしてくださいっす。ありがとう。ありがとう。そう言いながら、ジバンが魔法で作った氷を、シェイラはあなたに手渡してきます。何と言いますか？まあ、他の選択肢はね、まあ、第5はクリアしてから、まあ、見ましょう。王道ね、ありがとう、助かってほしいだってね、お礼を言いましょうね。なんか、おーってやつがありましたね。ありがとう、助かったよ、シェイラ。あなたは、シェイラに向かって、そう言いました。どういたしまして。ニコニコと笑いながら、シェイラはそう言いました。怪我も治療し、調子も戻ったので、勇者一行は歩みを再開させました。お、次のね、場面進めましたね。はい。じゃあですね、一旦ですね、時間的にちょうどいい感じかなと思いますので、一旦ここで、パートを区切りたいと思います。次回もですね、いろんな選択肢見ていこうかなと思いますの前に、ちょっと画面が一瞬暗くなります。すいません。はい。ということでね、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。